プロ3度目の先発マウンドとなった阪神村上頌樹投手が巨人相手に7回パーフェクトの快投を披露した。しかし変わった2番手の石井投手が8回に同点に追いつかれ、プロ初勝利も消えた。地獄のマジックで草。これが岡田野球なのか。まあまあ勝てたから村上にはひどいことしたけど、これしかなかって。やおう、遊びは大事、完全試合させるべき。岡田の野球は原と似てる、勝つだけの野球やわ。全然面白みがないや。シャレにならん。監督いたずら失敗。 OK Google、 余計なとこで割り込んできた監督消して。これは決め。